俺が裁く。はい、個人のおしめ部屋へようこそ。はい、それで昔ちょっとなんとね、昔って言っても同じちょっとありますが、はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりにドラゴンボールのフィギュア、こちら紹介していきたいと思います。 SMSP からバーダックですね。はい、こちらもう出てね結構経つんですが、当日自分弾けなかったんでねちょっとこちらはフルコンプを購入しました。01から04、A から D ですね。はい、こちら全部揃ってます。こちらもね、一つずつ紹介していきたいと思います。まあ、とりあえずね、これはブリスターじゃないのはもう知ってるんで、袋の状態、そちらを見て、ここに紹介していきたいと思います。はい、とりあえずね、箱の外観を見ていきたいと思いますが、まあ特にいつも通りの SMSP の箱ですね。はい、で版権シールはここに貼ってあると。はい、では袋の状態見ていきましょう。はい、袋というか、まあ段ボール箱から出すとこういう感じで入ってますね。うん、はい、こんな感じですね。これは足が飛び出てますね、右足が。はい、では取り出します。はい、袋の状態見ていくも何もね、もう1個ですね、袋一つだけでした。分割されてませんね。へえ。なんか見たところ補助パーツもついてないね。まあこれは倒れようがないか。バランスが取れてますからね。うん。すでに座ってる状態なんで。座ってるっていうか膝ついてる状態ね。はい。では一つ一つ A から D、01から04まで見ていきたいと思います。はい、すべて開封しました。ではね、 01A から見ていきましょう。ブラシこちら、はい、安定の出来だね。もう色といい、やっぱブラシって感じ。造形に関してはね、もう すさまじいね、うん、こう膝をついているポーズなんだけどでかい、うん、でかいし重い、身が詰まってます。いやー、いいね、顔、こう顔の鬼気迫る表情、いいね、バーダック。歯を食いしばってる。まあ、今回のこの造形に関してはね、一応賛否両論あるみたいなんですがね、こういうなんか、要は顔のシワっていうのかな、それがすごい多いっていうの、まあ肌のシワっていうのかな、こういう。シワというか、なんて言うんだろうね、傷でもないし。まあこういう表現方法なんだろうけれども、まあ賛否両論あるみたいなんでね、うん、それは好みによるのかなとは思いますけれども、まあ、ブラシはやっぱいいね、色使いがやっぱりいい、うん、はい、やっぱりかっこいい。はい、こうやって立たせる、もう安定してますね。
もう絶対倒れないこれ。はい、ではね、次 B02 ですね。オリジナルカラー、こちら。はい、まあこれはね、まあ本当原作カラーっていう感じで、まあ色がね、こうちゃんと赤みを帯びている。まあ、あの色のね、使いとしてはやっぱりブラシより情報量が少ないんですが、まあ、原作に近づけているんでね、まあ、おのずとこういう配色になるんでしょう。まあ、赤いところは赤く、緑のところは緑色と。で、顔、顔なんですけれども、ブラシの方と比べてね、ここの目の輪郭線っていうのかな、これが太い気がするんだよね。だからこう、なんだろう、魔人ベジータみたいに、ね、魔人バーダックみたいになっちゃってる。こうブラシと比べると、ブラシがこういう感じなんですよね。うん、でこっちなんか線が濃くないですか、目の輪郭線が濃いですよね。これがちょっと、これは個体差なのか、それともこういう仕様で合っているのか、うん、わからないですね。そこがちょっと気になるかなっていうところですかね。特に今回原作から、うん、B 賞、特に悪いとかそういうのないね。いいと思いますよ。はい、続いて 03C トーン彩色ですね。はい、こちら。はい、今回のトーン彩色はね、結構前評判が良かったんですよね。うん、まあ、実際に、デコマスがね、展示されてたりとかして、それを見た人がね、何気にトーン彩色が一番いいっていう書き込みとかもネットで拝見しましたが、まあそうね、今までのトーンから比べたらやっぱり合ってる気がしますね、バーダックには。うん、今回のトーンはハズレではないと思う。やっぱり顔、目の輪郭、このやっぱ輪郭線かな、なんか太い気がするんだよな。 A だけなのかな、なんか B、C と太い気がしないでもない、気のせいなのか。はい、いや、トーンも何気にいいですね、やっぱり。うん、かっこいいわ。はい、はい、続いて4番 04D 賞二次元彩色。はい、こちら。いや、これはやっぱりすごいね、二次元は。うん、やっぱりこうね、色が多く使われている分ね、やっぱそれなりにって感じですね。毎回 D 賞はロットに1個しかないんですけれどもね、うん、でやっぱりね、顔の輪郭線が、まあこれは普通に影になってるだけなんですけれども、まあ、それでもやっぱりなんか太い気がしないでもない。うん、でやっぱね、ここら辺のやっぱシワとかがやっぱ気になるね。うん、なんかこう模様みたいな感じに刻まれちゃってるんで、
まあ、そこが気になるかな。あとはね、個体差なんでしょうけれども、まあこう見ていくとね、ここにね、まあ、下地の成形色が削れちゃってますね。もう成形色が見えちゃってます。あとここのつま先の赤い部分、これが付着してます。ここら辺はちょっと残念だね。これはもう完全な個体差なんでしょうけれど、まあそこを気にしたら神経質と言わざるを得ないのかなとも思いますけれどもね。皆さんはこういう場合どうします？このレベルだったら放っておくのか、やっぱりこれは不良品としてサポセンに連絡するのか。すごい微妙なとこなんだよな。完璧を求めるならばもう完全に即サポセンなんですけれども、どうしようかなっていう感じですね。まあ足に限っては見えない部分ですし、飾ったらね、あと後ろのここもね、まあミリ単位といえばミリ単位のあれなんですけれどもね、こう見るとなんだろうね、やっぱ目元がねすごいシャドウ入りすぎちゃってるね。なんかゾンビみたいな感じに見えなくもない、といった感じで、やっぱそうなるとやっぱ炎症が一番なんかいいな、一番なんか出来が良くないですかね。目の線とかもこれ個体差なのかな、一番よく見えるな。安定っつうのかな。はい。といった感じの4体を今回ご紹介させていただきましたがね、皆さんもこちら惹かれましたでしょうか。まあ、惹かれなくてもね、最近の SMSP は価格がね、暴落してますんでね、定価以下でフリマサイトとかオークションで手に入ります。はい。まあ、さすがに、この04の T だけはね、やっぱりちょっと高いんですけれども、他はもう定価割れしてますね、なのでね、ちょっとでも興味あったらね、買って手に取ってみるのもいいかと思います。はい。まあ造形としてはね、すごいかっこいいと思います。はい。あとは色が好み分かれるかなという感じですね。はい。といった感じで今回はこの4体フルコンプご紹介させていただきました。とりあえず一体一体ね、回転台座にいて回してお別れしたいと思います。ぜひねこれを見てよろしければチャンネル登録、あと高評価コメントいただけたら嬉しいです。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。Yeah.
君を